ここまでだラオ。お前にユリア様は決して渡さぬ。海の利白か、貴様もユリアのために己の命を捨てるか。一歩でも動いてみよう。この部屋がお前の棺桶となる。時間稼ぎの余裕は与えぬ。すぐに片付けてくれるわ。死ぬがよ、李白。ユリア様の守護星は地母の星。母を知らぬお前もその地母の星に心を動かされたのか。だがその思いは届かぬぞ。ならば誰の手にも渡らぬように殺すまで。さすればユリアは一生俺の心に生きよう。ラオ。ケンシロウ様。ケンシロウ泣け。ユリアはこのラオウがもらい受けるわ。待て。立てラオウ、天に帰る時が来たのだ。がどれほど強大になろうともこのラオウを倒すことはできる。この世の覇者剣王、片腕で。一つ聞こう。北斗神拳に無双転生という究極奥義があると聞く。それはどんな奥義だ。それはわしにも教えられぬ。北斗2000年の歴史の中でそれを体得した者はおらぬという。何、この世で最強の者は無。その無より転じて生を拾う。それが無双転生。ウヌがいかに強大になろうとこの奥義だけはつかめん。ウヌはあまりに強大なその野望ゆえに悲しみを知らぬ。それは悲しみを背負った人間のみが。ウヌはその悲しみを背負い北斗2000年の中で最強の男になったというのか。選ばれた男たちと戦い、流された血がケンシロウ様の中に脈打つのは、戦いの悲しみがケンシロウ様の体に男たちの奥義を刻みつけていったのか。ラオウ、メイドで時が待っている。バカな、なんだこの震えは。それが恐怖というものだ、ラオウ。なんと、ラオウが恐怖。その精神は臆せずとも本能が敏感に恐怖。この俺が恐怖を末帝のケンシロウごときに認める。ましてや俺は北斗の長家。俺に後退はない。あるのは全身勝利のみ。受けてみろ、このラオウの無敵の剣、天将本烈だ。俺にも後退はない。
今こそ野望を果てる時だ。いかん、最後の仕掛けが。ケンシロウ様、伏せて。